で、あの今までセルフディスプレイいろいろあるんですけれども、なかなか映像にセルフ使われるというのは難しかったんですね。で、あのゲームのグレーを皆さんなんかに使って、プレイの感じを出すというのは結構簡単にできるんですけれども、あの6カ月の感覚に出すというのはなかなか難しい。で、あのバーチャルリアリティの世界だと結構大型な機械を使ってそういう一つフィードマップをやるんですけれども、なかなかワイヤレスで、しかもバッテリーレスでできない。そこはなんとかしてやろうという。